はい、今回はペンタスの育て方をお話ししていきたいと思います。はい、ペンタス夏の暑さに非常に強くて、こういう星型の花が咲く、可愛らしい花が咲く植物ですね。これいろんな色あるんですが、赤が綺麗なんですよね。すごく赤が、鮮烈な赤が咲くので、はい、そういった感じの夏の暑さに強い植物ですね、ペンタス。ここのペンタスの育て方はですね、はい、気をつけるところは、まずですね、背が少し高くなるんですね。はい、なので、それを想定して寄せ植えに使ってください。はい、そして、日当たりを好みます。できるだけ日当たり、ガンガン照りでもいいです。はい、最近猛暑ですごく暑かったりするんですけども、全然できるだけ日の当たるところに置いてください。日が当たらないと花芽がね、なかなか次が上がってこないんですよ。なので緑の植物になってしまうので、できるだけ、日の当たるところに置いてください。はい、寄せ植えに使う場合もですね、ペンタス以上に茂って良くなるようなものを一緒に植えると、ペンタスがすっかり負けちゃってですね、で結果日当たりが悪くなってしまって、で花が咲かない、そして蒸れて腐ってしまうということがあるので、寄せ植えする場合にはですね、ペンタスよりも大きくならないもの、もしくは枝が細いようなものと一緒に寄せ植えするといいと思います。枝が細いもの、例えばサルビアとか、そういう影にならないようなものね、植えてやるといいと思います。はい、そして、肥料ですね、非常に食います。はい、水もたっぷり飲みます。はい、一つで植えるとすごく非常に生育旺盛な植物なので、肥料と水しっかりと与えてください。はい、ペンタスはそうですね、先ほど話した通り、日当たりを好む植物ですから、夏に一番ぴったりな植物だと思いますので、ぜひ夏の植物ペンタスをですね、育ててみてください。はい、ということで今回はペンタスの育て方をお話ししました。